ツアーバス時代のウィラーエクスプレス運行、ポンタエクスプレスラッピング志向者、ウィラーエクスプレス株式会社は、ウィラーグループに属する東京と江東区に本社を置く日本のバス事業者。また同社とウィラーエクスプレスチームによって運行される高速バスの相性である。ウィラーエクスプレスは旅行代理店ウィラートラベルによる貸切バスを使用した募集型企画旅行であった。 西日本ツアーズ時代の2001年7月に大阪、東京間の高速ツアーバスの企画、運行を開始した。その後、2006年夏頃には30路線74便を運行するツアーバス大手に成長した。2011年12月からは乗り合いバス事業にも参入した。2013年8月以降は新高速乗り合いバス制度への移行に伴い、 事業主体が、ウィラートラベルから、ウィラーグループに移り、ウィラートラベルは引き続き、ウィラーエクスプレスの乗車券販売業務を行っていた。2017年6月1日、ウィラートラベルは、親会社のウィラーアライアンスに吸収合併され、解散、同日にウィラーアライアンスは、現社名、ウィラーに、社名変更、サービス運営主体が、ウィラートラベルからウィラーに変更された。 公式ウェブサイトもウィラー運営のものに変更された。2018年8月、ウィラーエクスプレスジャパンと同社が統括する地域市会社の7社が、ウィラーエクスプレス関東を存続会社として合併し、ウィラーエクスプレス株式会社に社名変更した。旧ツアーバス運行会社としては珍しく、労働組合が組織されており、交通労連を加盟組織としている。 運行を直接担当するのは、ウィラーエクスプレス及び、ウィラーエクスプレスチームに属する4事業者の、警護事業者で、これに加えて、共同運行会社1事業者と、ウィラーグループから運行委託を受ける15事業者が存在する。ウィラーグループ、または、ウィラーエクスプレスチームに所属する、各事業者に出資している事業者も存在する。ウィラーエクスプレス、新潟駅。 モズクチバス停東京駅や S 南口、日本橋口発着系統は JR バス関東に発見業務を委託している。成田シャトル用の三菱不走、エアロエース、成田シャトルが発着する大崎駅、西口バスターミナル、大崎駅、西口バスターミナルを起点とする路線であり、東京の西側と成田空港を結ぶバスである。2016年10月31日に運行を。 開始した。大崎成田空港間の所要時間は最短75分で、運賃は片道1300円であるが、事前予約をすると1000円に割り引かれる。道路線は成田空港東側の芝山町にも乗り入れており、芝山町役場が終点となっている。開業に合わせ、ウィラーエクスプレスは芝山町に営業所を開設して、運用に当たっているほか、一部の便は、京成バス。 千葉交通が担当している。成田シャトルを運行するウィラーエクスプレスは、開業と同時にエアロエースの専用車両を導入した。トイレは設置しておらず、座席レイアウトは、かつての東京シャトルと同じであるが、独自デザインのシートを装備している。千葉営業所以外の運用においては、従来の都市間高速バス車両が使用され、リラックスと呼ばれるフード付き座席で運行される便がある。 千葉交通は開業後にセレガのトイレなし専用車両を2台導入している。京成、A、バス千葉交通担当便に限り、交通系 IC カード全国総合利用サービス対応の IC カードが利用できる。アイキバス訓練運転中のアイキバス2019年11月27日、路線バスとして運行開始。ウィラーエクスプレス池袋営業所による運行。 池袋駅から晴れ座池袋、サンシャインシティ、豊島区役所等を循環する2ルートを設定。車両は、シンクトゥギャザー製の10輪小型電気バスコムマイナス10を使用し、最高時速 19km で、各ルートを35から38分で循環する。いずれも、ウィラーエクスプレス西日本による運行。ウィラーエクスプレス大阪梅田。 京都駅大阪南港路線2011年12月22日から運行開始。京都及び大阪梅田と大阪南港のフェリー乗り場を途中の停車停留所なしで直結する路線で各航路の発着時刻に合わせて運行される。バスのみの利用のほか大阪南港を発着するフェリー各社と提携し各フェリーを含めたパッケージツアーも販売していた。 開業当初から2012年8月頃までは、京都梅田間のみの利用はできなかった。2014年3月31日をもって、南港フェリーターミナル、コスモフェリーターミナルを結ぶ便は、休止。残るかもめフェリーターミナル発着便も、同年9月30日をもって、廃止となった。南波梅田路線2012年6月1日、運行開始。前日まで、 当時のツアーバス専用車両及び観光バス車両で運行されていたシャトルバスを一般路線バスに転換した。2014年7月31日をもって運行終了。USJ 梅田路線2013年7月31日運行開始。2014年7月31日をもって運行終了。上記の委託運行会社によって運行される。 格安便のブランド名であり、ウィラーカラーの専用車両ではなく、通常の観光バス車両が使用される。ベイラインエクスプレスでは、親会社である、中日臨海バスの貸切車を転籍させた上で、自社運行を行っている。日本高速バスも、独自の専用車両を導入した上で、自社運行を行っている。塗装は、親会社の日本観光のカラーリングをアレンジしたもの。 かつては、ウィラーエクスプレス北信越による自社運行便も存在し、前身であるアリーナがツアーバス時代に使用していた車両を転用していた。また、南部バス岩手県北自動車南部支社による自社運行便も存在した。ツアーバス時代には、元シリウス合用車両を転用したスターエクスプレスフロンティアが運行されていた。三菱扶桑エアロキング、バリュー三菱扶桑 エアロエース、ボーテヒのセレガ、スターファイターダイウバスの旧塗装車両ツアーバスの運行コストの削減を目的として、親会社であるウィラーアライアンスを通じて、韓国製バスであるダイウバス BX212 を大量導入したが、並行輸入であるために輸入が困難になり、なおかつ老朽化などもあるために順次口実の国産車に置き換えられ、最後まで、 専用車両として運用されていた南高路線も廃止となった現在はほとんど姿を見られることがなくなった。現在は日野、セレガを中心に三菱扶装、エアロエースエアロキングなどが導入されている。2012年からはイスズガーラも導入されている。ただし高速乗り合いバスへ移行した2014年以降はエアロエースの導入が中心となる。 ナンバー梅田路線及び USJ 梅田路線では、全線一般道を通るため、イスズエルガワンステップが使用されていた。前乗りーブりのため、アイコカピタパトの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応の IC カードおよびスルッと関西対応のプリペイドカードは、利用不可となっていた。運行終了後は、南部バスへ転属し、 ウィラーカラーのまま同社の一般路線バスで使用されていたが同社の運行撤退を直前に専用カラーへ塗り替えられている。なお、これらの車両はウィラーエクスプレス西日本が一括で開発、発注を行いグループ各社及び共同運行会社である南部バスにリースされる形となっていた。ただしツアーバス時代に運行事業者の一社でアルサヤマ交通が自社で導入した。 専用車両もあり、高速路線は遂行後に、合弁運行事業者である、大阪狭山交通をはじめグループ各社へ、転属している。長距離路線を、数多く運行しているが、自社路線ユーザーから化粧室の匂いや音に不安を持つ、声が数多く寄せられていることから、化粧室装備の車両は少数派である。しかし2018年より後日の、リラックスに、 化粧室を装備した車両が導入されている。4列シート3列シート2列シートスターファイタースターファイターは新感覚のアトラクションバス。宇宙船を思わせるデザインの室内には変身3列シートの各席にジョイスティックが備えられており、未来の企業ウィラー X 社が開発したスターファイターの登場員となって伝説のクリスタルを探索するという設定の ストーリーを体感できる。本来は、ウィラートラベルが企画する日帰りバスツアー専用車であるが、期間限定で中高路線で使用されることがあった。また旅行関連のイベントで展示や試乗体験を行っていた。運行終了後、専用車両は NL プライムに改造された。レストランバスオープンルーフレストランとして、日本各地の旬の味覚を詰め込んだ新感覚の グルメバス。1階が厨房、2階がオープンルーフ席となっていて景色を見ながら食事が楽しめる。ウィラートラベルが企画する日帰りバスツアー専用車となっている。2017年4月から祭りをテーマに車内外を装飾した2号車が登場した。2018年7月からは京都で通年運行を開始し、同年10月からは東京でも 通年運行を行う、君の名は、カフェバス大ヒットしたアニメ映画、君の名は、のシーンをオープンルーフレストランの車両全体にラッピングして、映画の舞台となった東京各地を全工程約90分で巡る。車内では、全国各地で開催された君の名は、カフェの人気メニューをカフェバス用にアレンジしたセットが提供される。ウィラーと、 クールジャパンとラベルの共同企画で運行は低産観光バスに委託2017年8月3日から10月29日までの限定運行 NL プライム N ベルプライムはウィラートラベルとイングレスの開発運営元であるないアンティック社がコラボレーションしイングレスの世界観をリアルに体験することができる世界初のイングレスバス乗客への限定メダルプレゼントや 特別コンテンツなど、イングレスの世界をリアルに楽しめるバスになっている。運行は、ノの花交通バスに委託。専用車両は元、スターファイターの車両を改造。公式サイト内の Google マップインドアビューでは、スターファイターの内装を NL プライムとして紹介していた。ウィラートラベルが企画する、日帰りバスツアー専用車だが、曜日によっては、 成田駅東京駅の路線バスとしての運行も設定されていた。台湾で提携する国三記者客運とのコラボレーション企画として台湾でも展示されていた。2018年末をもって運行終了。ありがとうございます。